河津七だる大滝で間い木下に、滝所系滝蛇,蛇滝蛇け滝た滝,滝河津七だるは、静岡県鴨郡河津町を流れる河津川の約 1.5km の間に存在する七つの滝の総称。河津町観光のメインスポットであり、伊豆半島ジオパークのジオサイトとして指定されている。七滝は、約2万5000年前に、伊豆東部火山群の一つ、 上りを南火山からの溶岩流が谷に流れ込んで作り出したもので、七滝のうち、エビ滝を除く六つの滝には、厚い溶岩が強固、収縮してできる、柱状節理が見られる。処刑滝には、文豪、川端康成の代表作、伊豆の踊り子のブロンズ像があり、滝祭りのメイン会場ともなっている。七滝沿いには、川津七だる温泉の温泉街があり、 これらの宿泊施設などでは、以下のそれぞれの滝の名称を部屋名として使用しているところも少なくない。下流川より、川津七ダ樽には山田のオロチ伝説とよく似た大蛇伝説が伝わる。その概要は以下の通りである。その昔、天狗の万三郎の妻が天城の八丁池で七つの頭を持つオロチを目撃した。 これを聞いた万三郎は八丁池の近くに強い酒の入った樽を七つ置いた。やがて現れたオロチがこれを飲み、酔いが回り、寝込んだところを万三郎は剣でオロチの七つの首をすべて切り落とした。するとオロチの体は皮となり、首の切り口は滝となり、河津七樽となった。通常、滝という漢字は滝と河津地方の方言で樽と読むが、 河津七ダルでは、ダルと読む。河津では、滝のことを、水が垂れるという意味で樽と呼んでいたため、七滝ではなく、七ダルと呼ぶ。そのため、河津七ダ樽及び七つの滝の名称は、ダルと濁った読み方をする。七滝の中でも、最も落差があり、多くの観光客を集めていた、大滝であるが、2011年9月の台風15号によって、倒木と崖崩れが発生し、 遊歩道が通行できなくなった。2012年春に遊歩道を再開したものの、観光客が旅館、天城層に利用料を支払わなければ、大滝を干渉できない状態が続いていた。これは、自費で大滝遊歩道を応急工事で復旧した地権者の旅館と不十分な復旧で事故が起こり、損害賠償を負いたくないと考えている町とが対立していることが原因である。 2013年にはこういった地域のトラブルなどを扱う TBS 系列の TV 番組噂の東京マガジンで取り上げられた地権者との交渉が長引いていたが町が2016年に崩落部分を含む民有地2805平方メートルを取得し整備を行い2017年8月3日に遊歩道が開放されたこれにより約6年ぶりに無料で 全ての滝を見学できるようになった。ありがとうございます。